村山人氏は NBC 長崎放送のアナウンサー、アナウンス部部長、作家。長崎県長崎市出身。身長174センチメートル、血液型 A 型。児童文学作家の村山咲は実施。父親は元海上自衛官。日本大学芸術学部卒業後、1992年入社。翌1993年、佐賀放送局に配属。 ラジオ番組を担当した。1999年長崎本社に戻った後も、2012年春までは、主にラジオ番組を担当していた。2009年、三井ライタというペンネームで小説家デビュー。2014年以降は本名で執筆。似顔絵を得意としており、ラジドンサタデーパートナーの郷学美が出版した、エッセイ、UFO と私とラジオな人々の表紙と差し絵は、 彼が描いたものである。香山明夫のベストアルバム、安らぎのジャケットイラストも手がけた。脚本家、演出家としても活動しており、2006年秋に宝塚歌劇団中組が上演したヤングブラッズは、悲鳴在学中にミュージカル研究会に属し、その時に書いた脚本を同級生の藤井大介が宝塚用に改作したものである。 満腹アイドラジドンブリ冒頭の寸劇、お茶の間劇場は彼の書き下ろしの脚本である。2009年には、三井ライタというペンネームで執筆した小説、パラダイスロストで、学研の第1回女神ノベル大賞金賞を受賞し、小説家デビューした。電撃ホビーマガジン誌で2011年より2013年まで、期間、ラジコラムを連載。イラストは、 西村誠香るら、聞かせられないラジオに、縁の深い作家陣らが担当した。2013年7月、高波慶太郎のユニット、プレイタイムロックファーストアルバム、プレイタイムに作詞で参加。A6 スケや森山修一郎、こと、欧州、佐々木伊佐などのモノマネを頻繁に披露している。2002年には、林田重和ナとトークライブ、トーキングセッション男子アナ天国を企画。 さらにこのトークショーが NBC アナウンサー総出演のイベント、アナアナ大作戦に発展した。村山アナはすべての舞台で企画、演出を手掛けており、2011年まで毎年秋の名物行事であった。思い出の花束で披露する1980年代のアイドルアーティスト、または1970年代から1980年代の 子供向け番組に関するマニアックなうんちくはほぼ村山アナの体験と記憶で蓄積したものである。日本発売の半年前に恋の前や日をオンエアさせている。以前 MBSTBS 系列で共同制作されていた全国高校ラグビー大会の長崎代表校の試合を中心に2回戦まで担当していたことがある。2011年に JNN、JRN 系列で優秀なアナウンサーに与えられるアノンシスト賞のラジオフリートーク部門最優秀賞受賞。2018年に第55回ギャラクシー賞ラジオ部門 DJ パーソナリティ賞受賞。2019年に第56回ギャラクシー賞総合司会担当。あ。プル以外はいずれもラジオ番組である。ありがとうございます。